ローウォーズファンの皆様、おはようございます。まず最初に、これだけは勘違いしてほしくないので、事前にお伝えしたいことがあります。強いヒーローは誰ですか？おすすめの編成は何ですか？と聞かれた際に、〇〇〇のヒーローがいいですよ、と答えることがありますが、これは、長期的な視点で考えた場合の回答になります。アドベンチャーの攻略が目的なら、物理攻撃のチーム編成が良い。キャンペーンに特化するなら金魔を。というように、本来なら、状況に応じて回答するべきだと、考えています。しかし、具体的な状況説明がない質問の場合は、最後まで育成するのに適したヒーローは誰か？という意味がほとんどだと思うので、カーク信者も、そのような認識で答えています。さて、この前提条件を踏まえて、アーティファクトやグリフを注ぎ込むのは、どうかな？と思う、二人のヒーローを選びました。経験者の人も思い出していただきたいのですが、チームレベルが35に到達すると、タワーの遊戯が可能になります。チームレベルが低い頃に入手したヒーローを使って、タワーを攻略していると、こいつ、頼もしいな、と感じるほど、タワーで活躍するヒーローたちが存在します。それがイシュマエルと、ガラハットです。この二人は、ゲームの序盤から中盤までは強さを発揮しますが、チームレベルが100に到達する頃から、彼らより優秀なスキルを持ったヒーローたちに、負けることが多くなってきます。実際に、アリーナの順位が500位以下だと、ガラハットの姿を頻繁に見かけますが、アリーナの順位が300位を上回ると、イシュマエルやガラハットの姿を見ることは、ほとんどなくなります。ここで少し、話が脇道に逸れるよう。皆さんは、アンドバリーをご存知だと思いますが、彼は、ゲーム初期の頃から存在したヒーローではなく、新ヒーローとして、途中からこのゲームに登場しました。アンドバリーは、明確な目的のために、ステータスをコントロールされたヒーローですが、それをご存知でしょうか？それは、カーク対策です。アンドバリーは、強すぎるカークのカウンターとしての役割を持って、このゲームに投入されたヒーローになります。このように、いくつかのヒーローは、総合的な強さというより、特定分野で能力を発揮するように、味付けをされているケースがあります。魔法対策としての、ルーファスや、コーネリアスがその代表的なヒーローになりますが、クリティカルヒット対策としての、ヘリオスなども有名です。興味深い話をするよう。ヒーローウォーズは、2017年2月にリリースされたゲームですが、カーク信者は、ヒーローウォーズが、リリースされた当時に書かれた資料を読むことができました。そして、その資料にはこのように書かれていたのです。イシュマエルは、物理的なチームに適していて、役割は戦士です。そして、イシュマエルは、ガラハットと一緒に、タワーで上手に機能するヒーローです。つまり、イシュマエルとガラハットは、タワーで最上階に到達しやすいように設計された、戦士ということになります。カーク信者は、だからといって、イシュマエルやガラハットを一切育てる必要がないと言っているのではありません。彼らは、アウトランドでも能力を発揮する機会がありますし、アドベンチャーのボスと戦う際にも、主力メンバーになります。ただ、ヒカキンでアリーナ20位を目標にしているカーク信者にとって、イシュマエルとガラハットは、アーティファクトとグリフを育てるに値しないヒーローというだけです。10人や20人のヒーローの育成が可能な財力を持っている人なら、状況に応じて、ヒーローの編成を組み替えることも可能ですが、ヒカキンで遊戯をしているカーク信者には、そのような余裕は一切ないのです。カーク信者は、金魔王の育成を再開したよう。実は、アドベンチャーのマップが9になってから、アスタロス、カーク、ヨルガン、フェイスレス、マーサの編成では、アドベンチャーのボスに、ダメージを与えることができなくなってしまいました。つまり、チームメイトがボスを倒せなかった場合、ボスを倒せないということです。さすがに、
この状態だと、ギルドの仲間に対して迷惑をかけてしまうので、自分の力でボスを倒すことができるように、金魔王のレベルアップを再開しました。本当は、1ゴールドですら、メインチーム以外に使いたくないのですが、ボス対策用のヒーローを準備しないとまずいということに、遅まきながら気がつきました。カーク信者、致命的な判断ミスを犯したでござる。そんなわけでして、すべてのゲーム要素を、一つのチーム編成だけで戦うのは厳しいと考えて、金魔王のレベルアップを再開したカーク信者です。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ゲームの序盤から育てていたヒーローの育成を途中で断念して、他のヒーローに乗り換えた経験がある人は、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Thank you.